肘町中心部ベッドタウンとして開発された肘住宅団地肘町は大分県の中部に位置し、早見郡に属する町である。大分県の中部、国崎半島の南端部、大分市から別府湾沿いに北上して約 25km の場所に位置する。隣接する別府市、ひ月市とは、かつて同じ早見郡に属していたことから別所、早見と呼ばれ、市民生活、 文化面などでの結びつきが強い。一方、経済的には、大分都市圏に属し、大分市との関係も深い。近年、大分市、別府市のベッドタウンとして、また、国先地域に進出した半導体等の工場のベッドタウンとして、人口増加が著しく、人口増加率は、県の商業、工業的中心である大分市を上回り、県内の市町村で最も高い。 平成の大合併では2000年12月に大分県の合併推進要項で、きつ市、山賀町との基本パターンが示されたが2002年にはこれに大田村を加えた4市町村で、きつ早道市町村合併任意協議会2003年には法定協議会が設置された。しかし、新市の名称と本庁舎の位置で対立し2004年に比事町が 協議会を離脱。残りの3市町村は2005年に新設合併した。上記は市町村合併により、町域の一部となった地域の地名。町村製市工事の旧、肘町の区域には、大技がなく、町名の次に番地が来る。二階堂基地46条下か霊徳産品肘町に本社を置く、主要企業日出総合高等学校小学校。 中学校特別支援学校高等学校幼稚園、最寄り空港は大分空港。以下の路線バスがある。高速道路一般国道県道ハーモニーランド、魚見桜井戸が浜海浜公園の海岸悲地上市前にあるホワシ万里像。ありがとうございます。